98式25番陸用爆弾の構造図。日本海軍陸用爆弾の典型的構造を示す。構成の中央東部に、東部、ビブを描説または溶接する。大日本帝国海軍航空爆弾一覧では、第二次世界大戦終了までに、日本海軍が運用した、航空爆弾、その他投下兵器を一覧として記載する。 対艦艇用の25番通常爆弾。陸上自衛隊戦争駐屯地資料室前の展示。1942年8月24日、空母エンタープライズの飛行艦板に2 5 0ラム爆弾が直撃した状況。日本海軍では異なる形式の航空爆弾を相当数生産した。これらは3つの主なカテゴリー内部でさらに細分される。 日本海軍は、県間競争の不利から、航空戦力を重視した。理由は日本が、経済、工業力、資源とも貧弱で乏しかったことによる。これは、海軍の主な抗論の一つであり、1912年頃から、唱えられ始めた。欧米では、すべての目標に使用できる。 高性能な GP 爆弾を採用したが、資源に乏しい日本では気象金属は元より、屑鉄でも使用先が限定された。そこで、日本海軍では、各種爆弾を制定して、専用設計を施す必要があった。海軍では通常、光線の対象は艦艇であるため、装甲板の貫通能力を、ある程度付与した爆弾が通常爆弾と呼ばれた。 こうした爆弾は中高ではなく高価な北エコーにより総艦隊を貫通できる強度を維持していた。ただし陸用爆弾に比較すると作薬量が少なく高価である。投下する対象は艦船であるため生産配備の要求量は比較的少数であった。これに対し破片を散乱させて人馬を殺傷したり、 さほど堅固に走行されていない陸上施設を破壊するには、作薬が多く安価な陸用爆弾が投入された。陸用爆弾の弾からだには、鉄筋コンクリート等を貫通する程度の強度が要求された。作薬には初期に、下瀬火薬、1938年以降は98、式爆薬を広く用いるようになった。下瀬火薬は、感度が高く、 自爆防止のため、所定の形に作られた、ミノシの小袋に加熱していこみ、これを、玉体に詰めた。日本海軍ではこれを、成形作薬と呼んだが、原用のヒートのような意味はない。98式爆薬は加熱して直接団体内部に、いこむ、一点を行った。一般に、航空爆弾の故障は、上から順に、正式採用年式、 全備重量 10kg ごとを、大体の目安として、番数で表示、用途を合数で表示、通常、陸用を表示、改良により、形式が変更された場合、数字と型を表示、形式を変えない程度の改良を加えた場合、改めと数字を表示している。99式6番2号爆弾改め1は、99式6番。 2号爆弾、改め1と表記されている。日本海軍による最初の爆弾投下試験は1913年6月とする資料がある。この当時には航空機そのものが黎明機であり、欧米においても航空兵装の研究が進んでいる状況ではないことから 8cm 方及び 12cm 方の砲弾を改良した爆弾を製造した。 1914年11月、これらの砲弾改造爆弾は、チンタオ4剤に対して、計199発が水蒸気から投入された。第一次大戦後、日本海軍は、イギリス、フランスなどヨーロッパから爆弾を輸入し、国産航空兵装の参考とした。ことに強く影響を及ぼしたのは、イギリスの航空爆弾と推測される。 1925年から1928年にかけて日本海軍の爆弾の種類が急速に増加した。これらの爆弾の中には試作、実験段階で文書に記載されたものの、後の文書での記載がなく、履歴が確認できないものも多い。通常爆弾の故障は1927年9月16日の文書に書出する。 また陸用爆弾の分類と故障は1932年頃、第一次上海事変中に記載が始まった。昭和初期の爆弾の表記は、250kg、通常爆弾のように、kg とカテゴリーの表示で行われた。この後、無念式の番数による重量の表記が開始されるが、明確な時期は不明である。ただし少なくとも第一次上海事変の以前に、 番数による故障は存在しない。後期の過二桁の年式を航空爆弾に表記するようになった明確な時期は不明である。昭和13年4月、空井研究会報告における爆弾の用途ごとの種類を表記した内容には、通常、陸用、煙、1号から7号各種が記載された。8号から33号までの分類と開発は、 大英米戦の戦訓からの整備着手となった。兵装投下機は爆弾と魚雷では共通化が図られておらず、兵装転換の際には機体ごとに投下機も交換する必要があった。爆弾運搬車等も魚雷と共有は不可能だった。また投下機自体も工作が統一されておらず、97式艦航の投下機は機体ごとに ねじ規格穴位置が異なり、別の機体のものは使用できなかった。こうしたことから、並走転換には、長時間が要された。各種爆弾の構造図。上から順に、97式6番陸用、爆弾、99式6番2号陸用、爆弾、98式25番陸用、爆弾、99式25番通常爆弾1型、50番。 通常爆弾2型、2式50番通常爆弾1型、99式80番5号爆弾、2式80番5号爆弾、80番陸用爆弾。真珠湾攻撃で使用された、航空兵装のレプリカ。左は98式25番爆弾。中央は91式2型航空魚雷。右は高高度から投下する。 鉄鋼用の99式80番5号爆弾。ハワイの太平洋航空博物館収蔵品。生産された爆弾を一部記載。開発、試作兵器など、敗戦時の資料の焼却処分、破棄により、概要がつかめないものも多数存在する。日本海軍では、ロケットモーターを内蔵した爆弾を、相当数量差にした。これらは、 爆撃機変態に対する空対空兵器、または艦艇に対する鉄鋼兵器として起訴されたものである。3式25番4号爆弾、3式6番27号爆弾、他3式1番28号爆弾などが実戦配備された。3号爆弾及び6号爆弾は飛行場攻撃用の焼夷弾子を多数放出する爆弾である。第一次大戦後、 日本海軍はイギリスから焼夷弾を購入し、整備の参考とした。昭和10年頃から陸上攻撃用として開発研究が進められた。昭和7年の上海事変による戦訓では、コンクリート建造物に対する消夷効果を要求され、その後には飛行場攻撃という必要性も追求された。こうした昇夷弾による飛行場攻撃の研究過程で、 クラスター爆弾も考案されるに至った。消夷剤には、オーリン、テルミット、エレクトロン、チオコールテルミットが使用された。テルミットは、小粒状の酸化鉄とアルミニウム粉末を3対1で混合し、水ガラスで固化した。アルミ粉末は火薬により添加、酸化鉄は酸素を供給する。燃焼温度は2000度に達した。エレクトロンは、 マグネシウム95%、アルミニウム、亜鉛を混合した合金で、焼夷弾の弾体に用いられる。チオコールテルミットの、チオコールとは、多流化系人造ゴムの商標である。海軍では1943年末から8号として、研究開始された。陸用爆弾改造型と通常爆弾改造型が、存在する。大規模投入に至らなかった背景として、 軍事研究者、兵二28は、従順以上の原則走行の破壊には、威力不足であること、新艦の信頼性、弾体の強度不足があったと推測する。また、機体の防弾の欠如、爆撃方法、生産性を考慮し、特攻が選択されたとも推測している。化学兵器を使用した爆弾である。日本海軍では砲弾による、実射試験と、 防毒試験が行われた。40センチメートル91式鉄鋼弾にも着脱式特夜間の装填スペースが考慮されている。爆弾としては第一次上海事変後に本格製造が開始された。類サイトは1936年に量産化に成功したものの後に使用が廃止された。その他イペリット。 催涙ガス、くしゃみ剤、生産ガス等が整備された。1938年3月、ソライ研究会報告にて1号爆弾が策定された。1938年3月、ソライ研究会報告にて策定。全員銃は 60kg 以下とされた。用途は、陸海上に細菌を散布して伝染させ、戦闘力を減災すること。 敵の士気を喪失させることである。整備目標数は実験結果によって決められる予定だった。開発は1942年の段階で研究中にとどまり、対戦末期になって具体化した可能性がある。男子を多数内蔵した6番21号、爆弾飛行場攻撃用に考案された。構想は1942年、ソロモンでの航空船の戦訓による。 1942年1月14日には、男子30個を放出する6番爆弾が製造中と報告された。同年4月の書類では、爆弾が実験中と報告され、6月に完了予定と記載された。同年8月1日には、ラバウル基地に685発の2式6番21号爆弾が存在している。 演習爆弾は10日訓練用の消耗品である。1921年、イギリス海軍のセンピル教育団が、日本海軍の将来に応じて、航空兵力の育成指導に当たり、この際、イギリスで使用されていた、訓練用爆弾も導入された。日本側の新艦発火装置故障体系は、第二次世界大戦終了まで、連合軍側に把握されていなかった。結果、 新艦の故障体系が補助として、連合軍側により作成された。これは大文字、数字、および括弧付きの小文字で構成されるものである。一覧では、日本側資料により確認できる新艦と発火装置を記載する。日本軍の爆弾は弾頭、または弾頭とビブに、発火装置と新艦を装着する形式が多かった。発火装置には、 10日の際に風圧を受けて回転する小型の風車が付けられており、所定の時間回転すると安全装置を解除する。新艦は衝撃により起爆し、爆弾本体に充填された爆薬を炸裂させる。日本海軍の爆弾に多用された98式爆薬は感度が鈍感であり、合計 20mm までの銃弾の直撃程度では発火しなかった。 真珠湾攻撃により大破着点した戦艦ウェストバージニアの内部で発見された不発弾。写真中央部に玉艇新艦の抜かれた99式80番5号爆弾の玉底部が映っている。15式91式92式96式97式98式99式5 0 0ラム爆弾の直撃を受けたアメリカ軍空母プリンストン。 零式、一式、二式、三式、四式、その他発煙灯弾、広報目標等広報目標弾、着水照明、虚釣り、広照明、弾釣り、広信号、弾釣り、広灯弾。ありがとうございます。